さあ、ということで、本編の前にクエストをね、やっていきたいかなと思っております。さあ、ということで、2つありますね。では、行きましょうか。ということで、6つ目のクエストですね。高台から落ちる芸術とは。よし、これだね。実はな。そういえば、先に戦いでふと思うことがあったんだが。何か気づいた？敵の弱点だが、戦略に有利なことが。高台から敵が落ちるのを見たとき頭によぎったんだ。彼らから見える景色はどんなものなんか。始まりましたね。きっと俺には見たことがないような景色が映ってるはずだ。気になるだろ。それは気になる。自分で落ちてこい。気になりますね。さすが俺の気持ちは分かってくれてる。逆立ちも試してみたが臨場感が皆無なのにスケッチもできん。せめてあの迫力をもっと近くで体験できればと思うんだが。協力してほしいのか。こっちを見るな。どうしろと。さすがだ。平たく言えばそうなる。お前ならきっと新しい世界が見る。それならちょうどいい話がいいよ。庶民が話してるの聞いたんだけど、ここの近くに愛全体が高台を陣取ってる場所があるみたい。ねえ、討伐すでにユースケの願いも叶えられるんじゃないかな。いい案だ。何？それはいいことを聞いた。決まったな。前後ですぐで言う。さあ行くぞ。ご存知の通り、そうはユスキの監視カメラが既に待っています。目的地までは和装姿で目指さないよう注意なさってくださいね。さあということで頑張っていきましょう。一旦以内みたいな感じだっけ。ですね、一旦以内だね。で、ジョーカーフォックスが条件だよね、入ってる。どうしようかな、リュウジあたりにしましょう。無人倒立だな。これは落としがいがありそうだ。いいか。高台から敵を落とすときは一人では下で待ち構えてろ。追撃しまくればあっという間に勝つはずだ。気分が高揚してきたな。さあ落としていくぞ。まあ、それでうまく繋いでいくっていう感じだろうね。そうだな。ってなるとこの辺からこの状況は移動させといてって感じだよね。さあ行きましょう。避けんなよ。ライス、頼りになるな。ジョーカーで、あとはトライバングルもいけるっちゃいけるけど。準備万端だ。俺の出番だな。よし、見てろ。さあこちらのデッキさんも行きましょう。攻撃がヒット。で、とりあえずジョーカーが大丈夫。切り伏せ。フォックス側を見てみよう。
悟しな。この状況は準備万端だ。俺の出番だな。この辺かな。よし、よし、行くぜ。この状況は切り伏せる。覚悟しな。蹴散らす。そうだな。いや、順番を間違えた的な感じの可能性もあるかな。切り刻む。一応この敵さんでクリティカルが取れるね。ただな、高台の敵さんたちを何とかして行かないといけないですよね。刀の錆となれ。ナイスだボックス。俺の出番だな。だら。ナイスだスカル。これは普通にね、なんていうか邪魔だ。一旦経過しちゃう感じだよね。よし、行くぜ。これはやり直したらそうだな。これでいったんですもんね。まあ順番なのかなってなると、一応ねスキルをね若干リュウジのねスキル変えといて、追い打ちをね回数1回増やせるみたいなやつに変えてるんですよ。なので、まあそれは多分正解だと思うので、まあうまいことねやっていきましょうか。まあ敵さんを倒していく順番なのかな、大事なのは。そう考えるとやっぱり、さあということで頑張っていこう。蹴散らす。俺の出番だな。まあ最初がいいのか、これで。で、一旦ユウスケにしますか、ここで。よし。行くぜ。うん、さて準備万端だ。さあということで見てろ、これでどうだ。これではい
ぶっ飛べ。攻撃がヒット。で、上の敵さんなんとかしないといけないよね。次は。刀の先まで。いい感じだな。で、どうだろう。俺の出番だな。一気に囲えないかな。この状況は蹴散らす。もったい残しになっちゃってるね。こうするとこれでも一体残しだね。よし行くぜ。よしってなるとジョーカーここまで行くとどうでしょう。全員いけてる？いけてそうだよね。よし、では行きましょう。お願いします。チェックメイトだ。よーし、ありがとうございます。まあ順番が大事でしたね。よかったよかった。感動した。対応の落下パターン、表情を超え、彼らの姿からストーリーを感じた。はあ、お稲荷の欲望で落とされた相手はたまったもんじゃないな。まあ邪魔だった木を一掃できたし文句はないけどな。すごいぞ、次から次へとインスピレーションが湧いてくる。よし、ああ、この意欲を今すぐキャンバスにぶつけたい。思う存分やれ、あとは好きにしろ。だが俺はこの世界で画材を持っていない。ならば目に焼き付けておくしかない。そのもう一度、いや、あとは10ほど付き合ってくれないだろうか。創作への情熱が溢れて止まらん。帰るぞ。よし、お稲荷は放置して帰るぞ。よーし、ありがとうございます。そう、ということでもう一つねあるので行きましょう。いろいろあるね。では7つ目のクエストです。木箱の中は甘い罠、行きましょうか。了解。物資を回収って書いてあるね。なあ、そういや妙に気になる箱ね。うん、もしかして木箱の中謎の存在感を放ってるよな。ああ、それそれ、なんかずっと気になっててよ。なんだか何か入ってそうじゃね。どうする。私も気になってたわ。戦闘に有利な物資なら手に入れたいわね。回収してみよう。興味ない。回収してみよう。そうね、試す価値はあるかも。だけど敵も見張ってるだろうから一旦ここに持ち帰らないとダメね。重量もあるでしょうし、うまく協力して運び出さないと。 OK、 任せとけ。とにかく回収決定な。んじゃあ行くか。行きましょう。そう、ということで4ターンだね、ターン数は。まあ、編成はこのままでいいんじゃないかな。ジョーカー、スカル、クイーンでいきましょう。このままというか、特にいじらずというか。この木箱を運ぶんだ。あるある、あの木箱、だねちまうぜ。中身が使える物資だったら相当あるよね。迅速に願いましょう。おっしゃ、やるか。分け前は後でそうだな。さあ、では頑張っていきましょう。俺の出番だな。落ち着いてゴールを目指せ。
そうだな、とりあえずこっちでいいよね。邪魔だ。はい、行くわ。今こっちゃんは、そうか、ここまでしか行けないのか。ワンマー取るか。ワンマー取ってこの奥のとこまで行って、猫かな。さてで、はい、ちょっとこっからはいけないか。難しい。こっから何かやるの。もう一旦待ちますか。関係課題。いざ。はい。よし、行くぜ。こいつでどうだ。容赦しない。ねえ、向こっちゃんがまたちょっとだけ足んないな。微妙に足んないよね。よし、なんかもう一マス欲しい感ある。はい、行くわ。ペルソナ、これ足りるかな。いざ、はい、覚悟。行って。俺の出番だな。容赦しない。この。うい。なんとかなるか。ただこの敵さんを何とかしないといけないな。覚悟しな。ペルソナ。キャプテンが。この状況は、これだ。ミミガさんね。倒しきれないな。これ次のターンで行きたいところではあるが。チェックメイトだ。どうだろう、いけるか。俺の出番だな。私が。さて、よし、行くぜ。行くわ。これは位置的に大丈夫か。この状況は、覚悟しな。あー、そうなっちゃうか。そっか、回り込むことができればって感じになるね。そう考えると、避けんなよ。銃撃命中。ナイスジョーカー。そこなら安全そうだな。いいぞ、そこなら安全そうだ。考えるとちょっとアンドゥーをすかせていただきます。覚悟しな。
しない。そうだな、ちょいきついかもしれないね。かけろヨハンナ。これはまずい、しのげるか。よし来い、行くぞアルセール。多分ね、この3段目で通り抜けができると理想なのかな。私が何とかする。どけよ。はい、私が。そうだよね、まこっちゃん届かないっすもんね。そうなるとさて、行くわ。そうなっちゃうよな。俺の出番だな。こいつでどうだ。容赦しない。いいじゃないわよ。いいぞクイーン。この状況はで、これだ。ここでイガさん使う。こうすれば一応通り抜けはできるけど、マコちゃんの位置がちょっと微妙かもしれないね。そう考えると今度はただやるだけやってみよう。いざ受け取りよ。よかった。やば、まだまずい。覚悟。いざ見逃された。やばいぞ。サポート届け。行くわ。さてどう。お、いけそうだね。さあ、お願いします。よーし、ありがとうございます。なんとかなりました。よかったよかった。なんとか持ち帰り成功したぜ。苦労したね。早速中身の確認しましょうか。やべ、ドキドキするわ。そんじゃオープン。これなかなかすごいですね。この箱の中身ってもしかして全部ヨシキ直筆サイン入りの業務ポスターブロマイドにフィギュア。こちらユキ様のカッポレラブランブブルーレイ全巻セットで、いるかゴダモン。見事なハズレクじゃな。お宝の嗅覚来たのがいいぞ。信者にとってはお宝だろうけどな。で、これどうするんだ。いえ、私は遠慮しとくからリュウジが全部持っていていいわよ。いや、いらねえし。うわ、え、お前らどこに行くんだよ。ヨシキグッズが興味あるわけない。用事を思い出した。おい待てて、置いてくねよ。おい、ちょ、ま、どうすんだこれ。おーし、ありがとうございます。ということで、とりあえず出てる分のクエストはこれで大丈夫かな。色々大丈夫そうだね。でね、あとは多分ね、スキルが覚えられそうだよね。結構 GP もらえましたよね今ので。
ハイブースターをつけときますか。とりあえずは。また何かあったらね、そん時そん時で変えていけばいいので、とりあえず今という形ではありますが、さてと、ではトークをね、見ていきましょう。2つ出てますね。別の世界について。ねえ。もしかして、ユキさんは、どこか別の世界をしてたりする?いえ。いえ、私は物心ついた時から、こちらの町で暮らしておりました。というより、私も何も、この町の巣など考えたこともなく。エルも同じ?間違いない?エルも同じ?うん、私もあの国というかあの世界が全てだったから。そうでしたか。あなたもさぞ驚いたでしょう。そうだな。怪盗団や投資の話を聞いて正直すごく戸惑ったけど、私の知らない世界が他にあるなんてちょっとワクワクするかもな。しかもみんなの世界はもっと広くて、もっとたくさんの人が住んでるんでしょ。きっと素敵なところなんでしょうね。いや、あまり期待しない方がいいですよ。幻想世界というのは、シリー諸国に参れた権力者のはびこる汚い世界だ。いきなり連れ去られたらしたにしても、ここと大差ない。そうですか。なあ、いや、失礼。ここで暮らし、それを嘆く人の前で言うことはなかったな。いえ、あなたがそうおっしゃるなら、そうなんでしょう。ただ。でも。だからこそ、怪盗団の皆様が立ち上がったんでしょう。その通りだ、そうでもない、そうでもない。だが君たちの行いは法律というルールを破るもので決して、まあ君たちのおかげで救われた人たちがいるのは事実であるが、何やら難しいんですね。いや、難しく考えすぎなんだよ。どうしろは困ってる人がいるから助けたい、それじゃないか。君の単純さには呆れるな。イノシシでももう少し頭使うぞ。いいか、社会というものだな。まあ、どうしろさん、イノシシがお好きなんですか。こちらのブルランではイノシシ肉を使ったカレーがございまして、すぐご用意しますね。エルさんもあなたもいかがですか。いや、そのあのですね、僕は別に好きとか一言も投資はいらないで、その分こっちによそってもらおうかな。いらないとか言ってない、カレーには一加減あるほどね。豚肉が好きだし、イノシシ肉も嫌いさ、むしろ野菜味ある油がルーとマッチして。少々お待ちくださいね。あ、そうだ、イキさん。ここでお世話になる代わりに、お店の掃除とか任せよ。あら。それは助かります。では、カレーの準備ができるまで、客席とカウンターをお願いしようかしら。東城さん、トイレよ。なぜ僕が?あれ、東城、家事は得意って言ってなかった。東城さん、道具は中にあるんで、よろしくお願いしますね。ああ。どうも、調子が来るな。だが、やるとなれば徹底的な春日部流トイレ掃除を見せる。よし、これもイノシカリのめだ、さえるぞ。よーし、ありがとうございます。で、もう一個出てましたよね。服を手に入れ一休み。さて、衣装は手に入った。作戦前の一休みだな。でもこのイキさんの店、街はたらめ江戸時代なのに、また中はまんま現代風だな。テレビもあるし。あ、そのおかげでコーヒーも飲める。ルブランを済ませないか。お、最初は頭はショートしたのに切り替え早いな。君たちが飲み込みが良すぎるんだ。こちらも開き直るしかない。はあ。それで結婚相手の次は指名手配だって。私も尋ね回ったけど、その上へ行く人気だね。どうしろ。笑えない冗談よせ。なぜ僕ばかりこんな目に遭う。指名で配されるなんて、何か思い罪を犯したということ。東城さん、心当たりは。いや、当然ながら全く身に覚えがない。
全く言われない罪で追われることほど理不尽なことはないな。同感だ。本当に何もしない？ああ、そうだった。君たちも去年警察に。ああ。うちらの時もやばかったね。賞金まで借りちゃってさ。じゃあ、もし東四郎好きだしたら一攫千金？君！あ、僕は売りか。明日からにしかないぞ。うん。もうちょっと自信持っていいと思うよ。もし東四郎さんが捕まったらどうなっちゃうのかな。よしきであるのも敵わからないが、仮に江戸に謎られるなら、あらゆる拷問を受ける。詳しい言葉の意味わかんないけど、なんかやばそうなのかった。やばそうだね。まあ、そんなように、俺らがいいんだから安心しろって。なあ、どうしろ。あれ、どこいた？やめてくれ。大きな声で呼ぶな。至る所に監視カメラあるんだぞ。あ、めっちゃビってる。あの手ぬぐい、あんだけ言い方なのに自らつけましたよね、今。せっかく一さんが用意してくれたんだ。本意を見にはできないからな。この通りだ。だが頼むぞ、カイトの諸君。無実の僕を持ってくれ。いや開き直ったんじゃなかったのかよ。何にせよ、次の一手はいきなり敵の拠点に潜入しようという作戦だ。始まったらいつも出るかわからねえ。そのつもりで準備しておこうぜ。じゃあ連続クエストなる可能性はあるね。クエストというか、連続で、ステージ攻略。さあ、ということで、いよいよね、行きますか、ミッション。まあ、その前に、いらっしゃい。準備は万全に。武器をちょっとだけでも買い揃えておきましょう。また来てくれ。よし、では行きますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。